はい、こんばんは。こんばんはじゃない、今日は昼間ですね。で、6月3日なんですけど今日はコロナの融資金っていうのが結構あって、全部でね、結構な金額を、まあ、借り入れと、あとは融資ともらうことか、給付金とかいろいろね、ゲットできたんですけど、まあ、全部ね、使わないとかじゃなくて、まあ、あった方が安心するお金、うん、すごい安心しますね、やっぱ。ただお金があっても安心しきれないっていうことはあるのかなって最近ちょっと感じててまあその人にとっての生活水準がね、1000円で1日満足する人もいるだろうし、1万円で満足できない人もいるだろうしね。まあお金はすごい大切だしね、生活するにあたってないと困るし、まあ、最低限あればいいかなって僕は思うんですけど、まあね、若い子たちにはたくさんいい思いしてもらいたいから、もうね、一番近くの人にはできるね、サポートは細かいとこまでやっていきたいなって思うんですけど、まあ今日はまあこのお客さんにね、まあ自分の話だったりお客さんの話だったり聞くときにすごい気を使うんだなってすごい思うんですけど、まあ本当に気を使わない相手っていますか？本当に気を使わないでいれる相手って、親以外、まあ親にも気を使うもんなっていう感じですけど、本当に気を使わないでいれる人っていますか？皆さんは本当に気を使わないでいれる相手なんていないと思うんですよね。その気を使っちゃうね、自分が。例えば相手に罵声してでも、相手を支配っていうのはあんまり良くないけど、ね、相手をよりも上の立場に立ってたとしても絶対気っていうのは使ってると思ってて、自分が使ってなくても相手が気を使ってるんじゃないのかなっていうふうに、うん、思いますね。だからこの気っていうのはできるだけね、一日で使える気の量は限られてると思うんで、できるだけ気は使わないように自分の好きなようにっていうか、自分の使える時にね、気を使えるように皆さんしてみてください。そうすれば少し気が緩むかもしれないです。あとぜひこちら YouTube コメント欄にですね、質問とか書いてもらえないでしょうか？質問していただけたら答えますんで、どの内容でも答えますんでよろしくお願いします。あとまた低評価の嫌がらせが始まったんで、またこれも戦いながらいきたいと思います。それではいつも見てくれて本当にありがとうございます。僕は1年間続けますんで、本当にいつもありがとうございます。ではまた明日、さよなら。